ある日のこと。週刊妄想編集部の電話が鳴りました。声の主は某著名人を名乗りました。男性の求めに応じ、歴史担当のデスクが出ると、へ？デスクは恐る恐る取材に向かいました。そして現在の京都市某所でインタビューに答えたのは、あの明智光秀を名乗る男性でした。週刊妄想編集部は独占スクープの一部始終をここに公開するものであります。はじめにお聞きします。1582年織田信長さんを殺害したのは明智さん、あなたですか？私がやりますよ。やっちゃいましたね。今回はしてないですけどね。わかりました。ではその経緯を教えてください。最初ね、一人でやろうと思ってたんですよ。一人で。へ？一人で？はい。警備体制なんてのは薄いって知ってましたからね。ほとんどいないって。私も彼について行ったことあるんですよ、昔。って言ったんですよ。不用心ですよって。襲われたら終わりじゃないですかって。でもね、彼はやっぱあんな感じでしょ。言っても聞かないですよ。結局言っても聞いてくれませんでしたからね。まあ、襲われて死ぬなんて、あれ自業自得ですよ。かつて不用心を指摘したことがあるあなたが襲ったと。ええ、まあそうですね。でも一人での犯行はかなり容易ではなかったのでは？ええ、簡単ですよ。ええ、何度も私もあそこに行ってますしね。作りも知ってるんでね。うちの人間も何人か入ってましたしね。女中とか、ああ料理人とかですね。ええ、よく知った連中がいましたからね。いや、ほぼ城だって言うんじゃないですか。うん、所詮寺は寺ですからね。塀もそんな高くないし、堀だって大したことないですよ。簡単っすよ。よくみんな門限会、小僧たちもね、河原町あたり遊んで、あの壁越えてシルエット書いてますからね。知ってますよ、みんな。どの辺から出入りできるかとかって。ええ。寝室入っちゃえば、あとは寝てる相手でさ、担当一本で十分じゃないですか。ぐさっとね。少ないっておっしゃいますが、屈強な精鋭が警護をしていたはずじゃないですか。森蘭丸さんとか。うん。呼んでも助けてくれないんじゃないですか。横に寝てませんよ、もう。寝る前にあの二人終わってますからね。他の故障に入れ込んじゃってね。もう二人は赤の他人ですよ。みんな知ってましたね、そういうことはね。一人で寝込みを襲う計画だったが、そうはならなかった。なぜ？ご参考ですね。一人だったらバレないじゃないですか。やっちゃったと
顔すればよかったんでね。白着るんですわ。俺知らねえってね。家中も犯人を探しませんよ。一応そういう形は取るとは思うんですけどね。内心はほっとしてるんですかね。あんな大げさにするつもりは一つもないですよ。何のメリットもないじゃないですか。私は言ってません、そんなこと。小説家とか勝手に私にしてるじゃん。違いますからね。週刊妄想次号で事件の核心に迫ります。どうぞご期待ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もお願いします。なお、これはあくまで編集部員の妄想であり、事実とは異なる部分もあります。そこのところはご了承ください。